かしら、かわいそうに。まだ生きてるわ、手当てしなくちゃ。元気になってよかった。ああ、なぜあんなところに倒れていたんじゃ。ああ、トトーちゃんダメよ、餌しか食べないわ。うん、おタッチ。皆さんは白鳥を知っていますか。渡り鳥で冬になるとシベリアから日本に渡ってきます。今ここ兵庫にはたくさんの白鳥が来ています。しかし近頃は各地の川や湖の水の汚染が広がっているため、年々その数は減っています。そうか、こいつは渡り鳥か。あ、仲間とはぐれたんじゃな。そうだわ、大きくすればみんなのところへ戻れるかも。メルもまたおせっかいか。素敵、白鳥さんだわ。綺麗じゃの。これでみんなのところへ戻れるわね。みんなによろしくね。気をつけてね。ひどいもんじゃ。あの空を見てみろ。都会の空はみんな汚れてしまっておるんじゃ。いや、すべて人間が汚してしまったんじゃ。それで飛べなかったのね。私が安全なところまで連れてってあげるわ。さ、これを食べるのよ。おい、芝。ないで。しまった、逃げろ。わあ、待ってくれ。あ、泥棒。どうしました。泥棒です。荷物を盗まれました。何？待って。白鳥さんを返してよ。中身だけ頂戴して逃げるぞ、いいな。あ、なんだこりゃ。ガタヤン大変だ、追ってきたぜ。ゆで卵にでもするか。いた。待てー。なんだだ、あ、だ。もう逃がさないわよ、私の荷物は。歩きはなかったんだよ、トイレにあるよ。は、卵はどこ。相棒がゆで卵にするって。ゆで卵？稼ぎはこんなもんとは情けねえ。あー、兄貴！え？卵！あー、白鳥が死んじゃった。あの、卵ってこれじゃないかしら。卵！ゆでてくれって言われたので、できてるのと変えたんです。よかったわ。聞いてきたんだけど。ああ、北の湖に来とるよ。ありがとう。もうすぐだわ。あ、荷物が。猫ね、どこかしら。食べられないうちに見つけなくちゃ。こら！
なんてことするんだ、白鳥を撃っちゃいけないんだぞ。大きなお世話だ、子供は黙ってろってんだ。鳥だって同じ生き物じゃないか、どうしても撃つんなら警察を呼ぶからな。くすったらしきな。ん？お前誰だ？北の湖ってここ？そこだけど。白鳥を連れてきたのよ。白鳥？色がついてるじゃないか。でも本当に白鳥よ、その辺に話してもいい？いいけど、白鳥は仲間意識が強いからな。あ、白鳥だわ。みんなのところへ行きなさい。心配しなくていいよ、僕が面倒見るから。本当？任しとき。はーい、餌持ってきたよ。バカ、そっちは川だぞ、早くしろ。あの白鳥に餌をやってくれ。こいつらは学校の白鳥研究クラブの仲間さ、僕たちに任せとけば大丈夫さ。来い白鳥、来い。変わった白鳥だね。よし、いっぱい食べろよ。もっと餌持ってきてやるからな。みんなにいじめられないように気をつけるのよ、待っててね。ん？あれ、いない。あの白鳥が急にいなくなっちゃったの。え、本当？どうしたんだろう。邪魔しやがって、どけ。やめろ。そう、あいつらまだいたんだな。いけ。あそこだ、捕まえろ。よし。逃がすか。みんなとも仲良しになったしね。来年も来るかしら。きっと来るよ、あいつがリーダーになって。さよなら、白鳥さん。君たちは一人でいるときと友達といるときとどっちが楽しい？ちょっと考えてごらん。そうだな、やっぱり友達といる方がいいだろう。動物でも草花でも必ず一生の間に大勢の仲間と過ごす時がある。助け合ったり慰め合ったり、そして恋が芽生えて結婚する。あ、静かに静かに。これはね、恥ずかしいことでも何でもないんだよ。それよりいつも一人ぼっちでいるものは友達付き合いが苦手か変わった考え方を持っている人だったりするんだ。みんなの中にはいないだろうけど。先生、僕はいつも一人なんです。友達と話をしている暇なんかないんです。僕
何度言ったらわかるんです。そこはジャ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 ーン。ニーハオ、サイゼン。オーノー。イエス、ハウアユー。今やパソコンは勉強に欠かせません。三角柱を横にするとこのような四角形になりますね。ニーハオ、サイゼン。今やパソコンは勉強に欠かせません。英語塾、10時50分中国語講座、11時40分パソコン教室、それからまあこれじゃまるっきり遊ぶ時間がないじゃないの。うん、塾から塾への渡り鳥ってやつさ。それで平気なの小森くん？だってママの命令なんだもん。僕を有名校へ入れたいんだよ。うん、有名校は大変な競争率だからな。でも小森くんの場合はひどすぎよ。これじゃあ小森くんは明日の日曜日誘えないよ。ここね、小森くんの家は。これでよしまあまあまあ、こりゃミルモちゃんのお母さん、今日はまた何ですの？ちょっとお母様にコンタロウくんのことでお尋ねしようと思いまして。おう、あのうちのコンタロウが何か？メルモが最近のコンタロウくんは元気がないと心配しているのですが、大丈夫でしょうか？そんな、あの子は元気です。健康診断したばかりなんですよ。体のことはもとより、あの子に関してはいろいろ気を使っておりますんですのよ。一流の中学、高校、大学、一流の会社にお勤めできるようにあらゆることを学ばせておりますの。でもコンタロウくんはまだ小学生で。うちの子の教育に余計な口出しは無用です。これは想像してたよりもひどい教育ママだわ。渡りくん待ってたの。小森くんに手伝ってもらいたいことがあるのよ。ね、ダメだよ。僕は遊んでなんかいられないんだ。今日もね、貸して。あ、ちょっと何すんだよ。それがないと塾へ行く時間が分かんなくなっちゃうよ。返してくれよ。小森くんもうすぐ来るわよ。だってあいつ塾へ通うスケジュールが。いいのよ、私に任せといて。渡りくん、渡りくん、こっちよ。早く早く。何が早く早くだ。ひどいじゃないか。あ、いて。あ、来たぞ。隣町の奴らだ。コンタロウが危ない。何が始まったんだよ。戦争よ。戦争？この一本松の丘の遊び場は隣町の子供たちも狙ってるのよ。私たちはそれを守ってるの。こんないい遊び場はめったにないもん。へえ、落とし穴まで作ってあんのか。そうやったな。あなたどういうつもりなんざんすか。コンタロウの大切な勉強の邪魔をするなんて。あなたが遊ぶには結構です。でもうちのコンタロウは一流中学、一流高校。まあまあ小森さん、本人もよく反省しておりますので、今日のところはこれくらいで。生徒たちがバリケードを。ええ、なんだか知らねえですが、みんな大変な剣幕で。反対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 、お静けちょー。
あんたのことだ。こんなことが PTA に知れたら大変なことになるぞ。手塚君、早くやめさせなさい。はい。やめなさい。そんなことは子供がしてはいけません。早くお家へ帰る。あっ、かっかっ、やめなさい。どうしてする、やめなさい。助けて。ダメです、校長先生、もうとても私の手には負えません。何を言っとる。たかが運動会の時に使う紅白の玉じゃないですか。他の先生方も協力してください。何が何でも、あんなことは学校内では絶対に許せません。わっしゃいわっしゃいわっしゃい。私たちにもっと遊ぶ時間を与えなさい。先生は宿題を出しすぎる。おい、また来たぞ。今度は大勢だ。何人来たって追い返すだけよ。頑張りましょう。みんな玉よけを持ってるぞ。それでは第二作戦よーい。あはじめ。続けて第三作戦よーい、はじめ。おい、なんじゃこの粉は。チョークですよ、校長先生。これはチョークの粉ですぞ。なるほど、チョークの粉ね。考えましたね。手塚先生、感心している場合じゃないですぞ。とにかくもう一度出直すことにしましょう。はい、みんな、先生たちが帰っていくぞ。先生たちはどうしたんだろうな。今頃もううちで晩ご飯終わってテレビでも見てんじゃないのかな。そういえばお腹が減ったな。ねえ、今日はこのぐらいにしてまた明日にしない？そうね。ダメよ、何を言い出すの。ママたちが要求を認めるまでは続けるのよ。みんな言ったじゃないの、遊び時間がないほど勉強させられるのは嫌だって。そうでしょう、小森くん。うん。さあ、みんな元気を出して頑張りましょう。ねえ、どうしたの。ひろし、まさこ、はるえちゃん、かずこ、とうちゃんだ。会社から帰ってきたんだ。よかった。思い切って各家庭へ連絡して大成功だったな。しかし子供たちがバリケードまで作って反対した今の教育のあり方、考えさせられますね。こりゃ私たちも大いに反省しなければいかんな。ごめんよ、君が一生懸命にやってくれたのはよくわかるんだよ。でももういいのよ。あなたもママのところへ帰りたいんでしょ。帰ってよ。一流の中学、高校、大学、そして一流の会社に勤めればいいのよ。渡利君、
昨日の一本松取りで楽しかったよ。友達っていいもんだね。来てくれたの？タッチもじゃ。ワレガラス先生。バカめ、このおてんば娘。こんなに遅くなるまで帰らずにトトーやタッチが心配しているのがわからんのか。トトーにタッチ、ごめんね。もう二度と心配させないからね。そう願いたいね。さあさあ帰ろ。こんなところにいちゃ寒くてかなわんよ。まさか捨て子じゃ。この子をよろしくお願いいたします。ある事情がありましてこのような罪深いことをいたします。どうかこの子だけはよろしくお願いいたします。やっぱり捨て子だ。よりによってこんなところに。ひどい親もあったもんだ。おらおら寒かろうに。わからんよ、捨て子なんだ。捨て子？まあ、えらいこっちゃ。ちょっとこの赤ん坊を見てておくれ。いいわ、かわいそうにこんなに泣いて。何言ってるんだろう、大きくして聞いてみよう。
これを巻いて。僕どうしたの？急に大きくなったりして。ねえ、あなたどうしてここにいるのかわかる？お母さんの顔覚えてる？うん。なんていう名前なの？お家はどこ？どんなお家か覚えてる？赤いお魚がいっぱいいっぱい泳いでたよ。赤いお魚？お家はね、とってもとっても広くって、大きな綺麗な綺麗なお池もあった。お庭にはお花もいっぱい咲いてた。すごいところに住んでいたのね。それじゃまるで王子様ね。あ、大変風邪ひくわ。とにかく私の家に行きましょう。もしもし、そうです。はい、生後半年ぐらいの子供です。性別は、ちょっと見てきます。あ、お嬢さん、あれどこだ。あ、大変だ。捨て子を今度はさらわれた。あ、なんて世の中だ。あんたには別のをあげるから。飲んじゃった。もっと欲しい？うん、お腹いっぱい。ねえ、他に何か思い出した？うん、パパとママは切符を買った。僕はあそこに置いて電車に乗っちゃった。捨てられることを分かってたの？なんとなくね。ママが泣いてたもん。ママたち今頃どうしてるかな。いいって言うまで、ほら。赤いの一つ、これで卵まで小さくなって、青いのをちょっと減らして、これで前みたいに犬になれるといいんだけどな。はい。前半分が猫で後ろ半分が犬じゃないの。きっとキャンディーのかけらの大きさが間違ってたんだわ。でもしょうがないわ。なるべく屋根の上を行きましょうよ。さあ乗って。落ちないでね。なんだか目が回りそうだわ。私高いところ怖くて、あ、明日はクリスマスだったわ。いつもならママがクリスマスのお買い物に連れてってくれるのに。でも元気出さなくちゃ。
と水の中を見てきて。あの子にはタイルのお魚の絵だってきっと綺麗な生きてるお魚に見えたのよ。この家だってお父さんやお母さんがいた時はすごく綺麗だったのよ。ここがあの子の家なんだわ。ここよ、この家よ。そうだ、お母さん、お父さん。やっぱりそうだったのね。僕のベッド、おもちゃも。お母さん、どこにいるの？僕だよ、お母さん。どうして行っちゃったんだ？どうして僕を置いて。ここに置き手紙があるわ。あなたのお父さんから近所の人へ宛ててだわ。不景気のために私の親会社が私の会社と縁を切ってしまいました。もう仕事も回ってこず食べていけませんので一家でここを去ります。何でしょう社長。これを見てくれたまえ君、みんな私の家族たちにだ。ああ、それからこれは君へのプレゼントだ。ありがとうございます。その代わり今夜私とあのな一回ぐらい付き合ってくれや。あの、実は先ほどから下でお客様がお待ちですけど。今頃どんな客だ？とっても美しい方ですわ。学生さんと二人で。美しい女性かね。会いましょう。このビルのクラブに案内してくれ。すぐに予約を。ああどうもどうも。ああすっかりお待たせしてしまってすいませんな。ああこっちにシャンペン。はい、かしこまりました。ああところでどなたですかな。松谷という人の知り合いのものなんですけど。ああ松谷、知らんね、そんな人は。社長さんの会社のその下請け会社をやってた人なんですが。知らんね、そんな人間。それが一体どうしたっていうの。この子はその松谷さんのお子さんなんですよ。何バカな、あいつに赤ん坊しかおらんぞ。やはりご存知だったんですね。しまった。松谷さん一家は今家出なさって行方がわからないんですよ。そんな、わしは今忙しいんだ。何しろこれからあちこちに行かにゃ。じゃあ失礼、また。社長さん、ちょっと。ああ、私には関係ない。家出しようがどうしようが。逃げないで話を聞いてください。ああ、いやだ。こんなクリスマスの晩にそんな話を持ち込まんでくれ。おい、君。社長に何の用があるんで。なに、あなたたちは。俺たちは社長のガードマンよ。社長の身を守るのが俺たちの仕事だ。どうしてそんな格好してるのよ。クリスマスの仮装パーティーをやってたのよ。仮装したまんまあんたをつけてきたのよ。そういうわけ。痛い目に遭いたくなかったらとっとと帰れ。いやよ。この野郎。ちょっと痛めつけすぎたかな。これにこれて下手な嫌がらせはしないこって。メロン姉ちゃん大丈夫？大丈夫よ、ありがとう。あいつら
でも、もうやめよう。ダメよ、諦めちゃ。もう少しよ。やれやれ、ひどい女に捕まったもんだな。どこへ参ります？そうだな、ぐるっと回って会社の裏口につけてくれ。会社にまだ用があるんでな。外は寒い寒い。生き返った。社長社長、お帰りになってらしたんですか？あ、君、君はまだ残っておったのかね。そうかそうか。あ、どうだね君、ここでクリスマスの乾杯をしていかんかね。いただきます。話せるな君は。いいぞいいぞ、じゃあ今夜二人でクリスマスだ。社長、私がやります。あ、いやいや、わしがやる。あ、わしゃな、実を言うと君が気に入っとったんだ。ありがとうございます。来年からもっと努力いたします。いやいやいや、そういう意味じゃなくて、つまりなんじゃ、君が好きなんじゃよ。この気持ち分かってくれるかな。私だってそのまだわしゃ若い頃、何一つ楽しいことができなかった。この年になって金も地位もできて、初めて安らぎが欲しくなったということじゃ。なな、接吻してくれんか。あの、乾杯しません？おお、忘れとった、先に乾杯じゃ。我が人生の失われた青春のために。いや、社長の失われた未来のために。ありがとう。なんだと。失われた未来、あなたには未来なんかないんです。助けてくれ、お前は誰だ誰だ。私、悪魔よ。悪魔？嘘こけ、クリスマスに悪魔なんか来るはずがねえ。私の姿を見せてあげましょうか。ほら、悪魔。お分かりになって、あなたのところにはサンタクロースは来ないの、悪魔が来たのよ。どうして？あなたは自分のためにたくさんの人間を苦しめてきた。だからもう人生はおしまいなの。いや、わしはまだまだ生きたいんだ。あなたと仲良しなのはもう私だけよ。許してくれ、悪かった。わしは今までずいぶん勝手すぎた。松谷という人のことはどうなの？ケーキでな、一月前あの男の会社を切ったんじゃ。わしの仕事を一生懸命やってくれた部下でもどんどん首を切った。あ、お前の顔は松谷君の若い頃そっくりじゃ。バカ、おじさんのバカ、こんなもの誰にやるんだ。僕の父さんには何をくれた。頼む、許してくれ。悪かった。分かったわ、じゃあ元に戻してあげます。社長さん、これを食べるのよ。僕の父さんと母さんを返してよ。ガードマン、ガードマン、早くここへ来てくれ。ちくしょう、元に戻った途端にこうだ。待て。社長。あの小僧と女だ。社長、こいつはさっき仮装パーティーから悪魔の衣装を持ち出した不敬女だ。何を言うか、この人はな、わしの目を覚ましてくれた悪魔どころか天使だ。ええか、すぐに松谷という人の行方を探せ。今すぐですか、このクリスマスイブに。そうだ、グズグズしているととんでもないことになる。早く行け、探すんだ。ところで天使くん、君にお詫びをしたいんだが。あれ、服だけがある。天使くん、どこ行ったんだ。本当に天使だったんだ、あの人は。無賃乗車なんだ。引っ込め。この年末だというのに人探しじゃと。だいたいあんたがいかんのじゃ。面目ない。この写真の人を探しておるんですがな、年の頃は30前後の夫婦連れ。このお二人なら確かここにお泊まりになりました。本当？それで今どこにいます？いや、残念ですが今朝早くお立ちになりました。どんなことがあろうと、親が子供を捨てるなんてとんでもないわい。捨てるような子供なら初めから作るなと言うんじゃ。だって結婚したら子供ができるんでしょ。
できない人だっているわよ。どうして？どうしてってそんな、できないからできないんだろう。だって結婚したらコウノトリが赤ちゃんを持ってきてくれるって言うわ。メルモ、そんなこと本気で信じてるのかい？信じてないけど、じゃあどうやって生まれるの？愛し合うからだよ。キスするのね。こりゃ説明が難しいわい。メルモ、この間お前さんは魚のメスが卵を産んでオスがその上から精液をかけていたのを見たって言ったな。人間も同じだ。男の人は大人になると体の中に精子というものが自然にできる。女の人にはいつも言ってるように卵子が自然にできる。この2つを合わせなければ子供ができん。そこである日、男の人は自分の体の中にできた精子を女の人に渡す。女の人はそれをさっと自分の体の中にしまうのじゃ。もちろんそれは二人が心から愛し合っているという印なんじゃ。愛し合ってもいないのなら絶対にそんなことをしちゃいかん。女の人に入った精子は何億匹もいる。これは自分の力でどんどん泳ぐことができる。精子たちは卵子を探す。卵子やーいってな。そこへ卵子が出てくる。卵子はたった一つじゃ。一番最初にたどり着いた強くてたくましい精子だけが卵子と結ばれるんじゃ。あとはすべて拒否されて死んでしまう。卵子と精子はこうやって一つになり、どん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 大きく育っていく。これが赤ちゃんになるんじゃ。不思議ね、人間の体って。ちっとも不思議じゃない。生き物は虫でも獣でも植物でもみんなそうなったろ。じゃあ怪獣でも？怪獣でも？バカたれ、怪獣がどうだかわしにわかるか。ああ弱りましたな。行方がぷっつり切れて探しようがありません。待ってて、ビリケおいで。ねえ、お母さんの持っていたもの何か貸して。うん、このハンカチ。さあこの匂いの後を追うのよ、ビリケ。こんな雪の中を山の方へ向かうなど死にに行くようなもんじゃい。おい、お母さん、おばさん、お母さん、お父さん、マスター兄さん。悪い予感がする。何？自殺するかもしれん。脅かさないでくださいよ。いや、脅かしじゃない。この雪の中じゃ。どうした？ビリケンが足跡、まだ通ったばかりです。綺麗だな。こんな美しい世界もあったんだ。それに比べて私たちの住んでいた世界は醜くて。ねえあなた、あの子どうしてるかしら。きっと親切な人に拾われているさ。さあ歩こう、この雪の中をどこまでも。でも坊やのこと思うと。あ、見つけた、あそこよ。本当だ、あんなところに。僕、行ってくる。行けないわよ、ここからは。その隙に何してるの。ダメだよ、スキーなんかできやしないじゃないか。怪我するよ。構わないよ、行くよ。本当にお世話になりました。僕、元に戻りたいから。キャンディーをください。さよなら。さよなら、元気でね。なんだろう。誰かしら。あ、お母さん、お父さん。誰か人の気配がするぞ。私たちを呼んだみたい。ああ、おい見ろよ、赤ん坊だ。あ、この子私たちの赤ちゃんよ。そんなバカな。いいえ、間違いないわ、私たちの赤ちゃんよ。
忠夫どうしてこんなところに。わからないわ。でもきっと神様が連れてきてくださったんだわ。おや、ママたちを許して。ママたちはここで。でももう離さないわ。よかった、会えて。あなた行きましょう。山を降りましょう。私たちはこの子を育てなきゃならないのよ。ああ帰ろう。もう一度やり直すんだ。あなた、坊やが笑ってる。赤ちゃん、幸せにね。なるほどの、孫にも衣装とはよく言ったもんじゃ。こうして見るとおてんばメルモも嫌にしとやかに見えるから不思議じゃ。あら、先生だってらしくないわ。わしゃ昔から着物姿が似合う方でな。あれ、とにかく先生、明けましておめでとうございます。いや、おめでとう。めでた。あ、何の真似じゃそれは。お正月でしょ、だからお年玉。ああ大人が子供にお年玉あげるのは当たり前でしょ。先生は私たちの親代わりなんですもの。私の分でしょ、トトの分でしょ、タッチの分。いやー、めでたいな、めでたいなっと。どうも一人じゃ気分が出ん。先生、先生、お正月よ、羽根つきしましょう。何、羽根つき。そんなことよりここに来てお酌してくれ。やだやだ、大人ってすぐにお酒なんだから。ち、やだやだだ。嫌なのはわしの方じゃ。正月早々財布の中は空っぽだし。財布をすられた人が続出しております。お正月で人々が集まる神社や盛り場はスリたちにとって絶好の稼ぎ場となっております。どうか皆さん、
楽しいお正月に不愉快な思いをしないよう用心しましょう。家の中にいても外に出ても財布を狙われる。だからわしはお正月は好かんのじゃ。なんじゃこりゃ。タコ、あ、そっか、これはトトウのタコだったのか。よっしゃ、一丁子供に帰ってタコあげていくか。私のやつらじゃ。先生、パッチがタコあげてほしいんですって。え、わしはそのヘトヘトなんじゃ。とってもトトウのようなわけにはいかんよ。パッチ泣かないで。第一、風がないんだからタコが上がらないのよ。そうだわ、あのマンションの屋上なら。年賀状どっさり来てますね。みんな私宛てにね。ちょっと、あんたどこの子？え？あはん、屋上でタコをあげようというのね。ダメよ。お正月だよ、いいじゃない。何言ってるのよ。私がダメと言ったら絶対ダメなの、分かった？でもかわいそうですよ。ダメ。それよりお雑煮はどうしたの？レンジにかけっぱなしだ。バカモン、早く行ってらっしゃい。はい。よその子が入ってきて汚されちゃかなわないのよ。何しろ最高級マンションなんですからね。子供だと思ってバカにしてるんだわ。はい。着替えなくっちゃ。さあ行きましょう。パブパブ。ダメ、赤ちゃんじゃないんだから。あ、来たわ。あ、すいません、待ってください。あ、これはどうもごめんなさい。いいえ、別にいいんですよ。わざとやったんじゃないんですもの。あ、はい。いや、世の中にはこんな優しい女の人もいるんだ。どうして女性には優しいのと怖いのといるんだろう。女性っていうのは割と男性よりも力が弱いし、よく泣くし、すぐヒステリックになるし、うちの母ちゃんなんかその代表みたいなもんだ。あ、待てよ、何かの本で読んだら女性は男性よりも平均7歳は長生きするんだそうだ。昆虫でもオスの方が早く死んで、メスは冬を越したり来年の春まで生きるんだってさ。するってえと女性の方が実際は芯が強いというわけか。タッチ、よかったわね、タコ上がって。どうだい姉さん、あの二人使えそうだぜ。うん、こんなところにタコ揚げに来るなんてよっぽど暇なんだろう。よし、じゃあ声かけてみるか。明けましておめでとう。よう、めでてえな。おめでとう。あ、弟は無口なの。いいっていいって。
こんなところまでタコをあげに来るなんて大変だね。何か私にご用ですか？もちろんよ。あんたたちに頼みたいことがあってさ。え？パンパン。子供だね、まるで。サンキュー。何ですか？大したことじゃないんだよっていうのは。ね、いいぞ。まったくお前たちは年寄りを平気な顔して使うから、あーもうちょっと下の方力入れて。え、ただいま。これはこれは明けましておめでとう。 お前たちはメルモにタッチ、またキャンディーを使っていたずらだな。いたずらのおかげで私たちマンションに住めるのよ。なんじゃと。チャコとインキチさんという人に頼まれたの、お留守番してくれって。ほんとかね、それは。ほんとよ、よっぽど私たちが信用できそうに見えたのね。トトー、すぐ支度しましょう。大した部屋だな。部屋にあるものは自由に使えじゃと。何が気に入らないの？いいじゃない、一度くらいこんなところに住んでみるのも。いい加減なもんじゃ。あータッチ食べるんじゃない。いいのよ、冷蔵庫のもの食べてもいいって約束なの。そうかいそうかい。しかしな、わしゃ知らんぞ何が起こる。まことにもって気に入らん、わしゃ付き合わんぞ。美人に撮れた？しかし僕の専門はニュースカメラだから。でもあなたみたいに臆病じゃ、あなたの撮った殺人事件は全部ピンボケじゃない？それは僕が心優しいからさ。そうかしら。あ、肩もんでよ。よしひとさん、何寝てるの？はい、肩が凝ったって言ってるの、起きなさい。はい、はい。何かしら今の声。うわ、まあ呆れた。まだ洗濯物が入れてないわよ。あ、はい。ずっとぶら下げておくつもり？はあ。本当にあんたって役に立たないのね。あ、あの優しい人だ。あ、靴下が。あ、はい、おじさん。ありがとう。どうしたの、おじさん。おじさんってのは厳しいな。これでもまだ30になっていないんだから。あ、どうもありがとう。あの部屋だな、兄弟が住んでいるのは。せっかく突き止めたのに証拠がなくては踏み込むわけにもいかんし残念だな。なに、星も正月で気が緩んでいるぞ。今にきっとボロを出す。タッチ、お書き初めは紙の上に書かなくちゃダメよ。しろよ、奴らを捕まえるまでの辛抱だ。くぅ、あんたなんか大嫌い。
時はさ、もういやいやいや大嫌い、隣の女にちょっかい出すなんて最低よ。マルコさん違うんだよ、マルコさんたら。黙れ亭主、何がマルコさんよ、あなたの顔なんか見たくもないわ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。バカ危ない、死ぬはよ、死にます、死んじゃう死んじゃう。なぜ止めないの、よしひとさん、もう知らない、本当に死んじゃうわよ。よしひとさん、やっぱり助けてくれたのね、あんた。私の子なのに。あ、マルコさん。あ、なんたる、マルコ。何さ、文句あんの。あ、僕がいながらなんということを。僕がいながらね、いや、だいたい君って女はだね、なんだよ。だいたいあんたって人は、だいたい君という女はね、デニオはいないのよ、近寄らないで。何を言うか、君こそあっちへ行きなさい。お、何を強がってるの、私に口出しするなんて生意気よ。なんだよ、大きな声出すだけでアクション。ね、皆さんどうです、あの残酷さ。女性というものは残忍なものなんです。カマキリのメスはオスを食べちゃうでしょ。ピカというカエルはね、メスの卵をオスが背中におんぶして子供が育つまで世話をするんだってさ。つまり男性は女性に使われるようにできているんだな。それじゃあ男性はあんまりかわいそうじゃありませんか。どうしたら男性は女性に尊敬されるんだろう。動物ではよく男性の方がものすごく派手な格好をしている、色とか角とか匂いとかでメスを引きつけるんだ。人間はなんだろうな、匂いをよくしようって香水なんか振りかけたって闇だし。うん、やっぱり仕事かな。男性は頑張って仕事をするのが一番なのかな。タッチ、羽根つきは外でやるものよ。ダメダメ、もうタッチ羽はないのよ、諦めて他のことをしなさい。え、この中に入ってるのかしらね。あら、これ、うわー、空っぽだけどなんだか重たいわ、二重底になってるみたい、何かしら。いけね、忘れ物だ。なんだい。ほら、グッチだのエルメスだのって値打ちもんの財布ばかり入れておいた箱さ。いいじゃないか、たかが空財布、中身はちゃんと持ってきたんですさ。まあそりゃそうだ、叩き打ったって大したことはない。それより早く逃げなくちゃ、刑事が俺たちを追いかけてきてるしな。それもたっぷり時間はあるさ、身代わりがちゃんとマンションにね。間抜けな兄弟だぜ。刑事の方もさ。ん、あの時もらったキャンディーだ。ねえねえ、キャンディーがあるんだけど食べる？ああ、美味しそうだね。そこが外れたわ。わあ、お財布がたくさん。何、財布だと？証拠が。あ、その財布は被害者のだ。
逃げても無駄だ。窃盗容疑で逮捕する。あなた、マルコ、どうしよう。新年から捕まりにやる。バカ、スリは隣だ。スリ、お隣が、うん、うわあ。スリめー、ご用だ。スリ、私たちが、しらはくれるな。届け出のあった財布がゾロッと揃っているのが何よりの証拠だ。逃げて。あ、しまった。くそー、なあ、どこまで行くのやら。間に合った。おい、逮捕するぞ。あら、あらららら、変だな。ご苦労様。間違いなくこのエレベーターだったよな。そうだと思うよ。うん、あの人たちがね。信じられないわ。不思議な事件が起こりました。弟さんと列車待ちしていた若い女性が一瞬にして老人になったということです。またまた新しいタイプの病気ではないかと、ただいまおたふく病院で検査を受けております。あの人だわ。キャンディの力でおばあさんになったのね。そうだ、本物のスリはその病院に。ここは遊び場じゃないんだよ。どうして子供はこう差別されるの？人権蹂躙だわ。これなら文句ないでしょ。いい加減にしておくれ。あんたでもカメラマンは17人目だよ。こんな姿になった私を何度取り化けが済むんだよ。いや、しかしね、僕だって好きでやってるんじゃないんだ、仕事で。ねえ、もう撮ったんだろ。いや、そんな怒ってるところだけじゃ。偽物じゃねえんだ、てめえらにいつまでも晒し物にしておけるか。しつこいぞ。あなたは。まずいわ。待って、スリのお嬢さん、ちょっとお話が。ね、お嬢さん、お嬢さん。大丈夫かい？大丈夫さ。こんなところにいつまでもいたらすぐに私たちの正体がバレちゃうよ。行くよ。はいよ。あ、姉さん。うわ、スリのお姉ちゃんたち。こいつだ。この女のために私は来い。みんなお前のおかげなんだ、この野郎。私は何も…待て、待たねえか。おお、借りるぜ。迫力じゃない。
ない。いや、これはついとっさに。やっぱりあなたって才能あるのね。いや、単に偶然だから。そんなところが義人さんらしいわ。あなた、向こう向いてて。え？向こう向け。うん、うん、無理しないでね。よし、膨らんだぞ。あー、チューした。わしのせいじゃないぞ。いやかねてから心配していた通り、恐れ多くも神の作った奇跡のキャンディーをあのように安っぽく口にするのであります。いや、別に安っぽく扱っているわけで。黙らっしゃい。あのように面白半分にキャンディーを使うことは許されません。だがなかなか変身せんぞ。え？おいしいわ、このチョコレート。もう一つだけ。なんのこっちゃない。ただのチョコレートじゃ。あなたも慌て者じゃの。誰か噂してるの？いらっしゃい、お嬢ちゃん。もう入る気なんかなかったのに。これが宇宙一変なの？
おお、よしよし、ドリア、ご苦労さん。もう舞台を開けなければならんから、あとは誰も入れんようにな。準備準備。あら。間違えた。よいしょ。変ね、誰も拍手してないのに。あっ、うん。満場の紳士並びに淑女諸君、各もにぎにぐしくご来場賜りましたことを、私ミステリアスサスペンス心より熱く御礼申し上げる次第であります。これなる卵より何が飛び出しますか、お楽しみ。はあれ、つまんないの。さっきの犬だわ、客寄せだったのね。ではこの箱の中に入っていただきます。そこのお嬢ちゃん。私やだ、もう帰るから。ではこれなるお嬢さんをこの箱に入れて、よいしょ、ワンツースリーの掛け声もろともお嬢さんを決してご覧に入れます。ひどいわ。ワンツースリー。こんなバカな魔術師あるもんですか。それならよし。見ましたか皆さん、このようにメルモはキャンディーを乱用しておるのです。断固罰を与えるべきです。メルモが変身した姿から元に戻れないようにしてやります。それは無茶というもんですぞ。神の作ったものを粗末に扱った者には当然の報い。ややった、また知恵の輪が外れましたぞ。おお、それはよかった。今はそんな時ではありませんぞ。いや、大事なことです。その知恵の輪が外れた時は一つの願いが叶えられることをお忘れかな。一体何が言いたいのです。つまりメルモにもう一回チャンスを与えたいんじゃ。さよう。いきなり罰を与えるというのではちとかわいそうじゃ。はい、ご覧の通り、もぬけの殻。あのお嬢さんは守備よく消えて、あれ、消えたはずだがウサギとなりましたと。あれ、何をするか、やめなさい。あら、あれ、はあはあ、くせまったい、やめなさい。はあ、あれ、おい、え、それだ、嘘だ。わしの魔術でこんなことができるわけがない。きっとわしの目がおかしくなったに違いない。ああ、待て、こいつめ、待て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 。あら、あの、今ここに飛び込んだウサギはどうしたのかね。ウサギ、そんなもの知らないわ。おじさんが宇宙一の魔法で取り出したんでしょ。そんな魔法が使えるくらいなら苦労せんわい。どうも不思議だ。これには訳が。カエルのくせに寒中水泳で風邪をひくとはなんじゃ。罰として特別に苦い薬を作っておく。その代わり特別によく聞く。メルモにあんまり心配かけるんじゃないぞ。あら先生、もう帰っちゃうの。せっかくごちそう作ってあげようと思ったのに。お前さんの料理をごちそうになるには胃腸の薬を用意せねえならんわい。ひどい先生、覚えてらっしゃい。冗談のわからんやつだな。おいしいから食べすぎるという意味じゃよ。そうなんだ。
お腹空いたのね。ごめんね、タッチ。寄り道させられて遅くなっちゃったの。すぐご飯作るからね。やめなさい、やめなさい。無駄じゃメルモ、そのキャンディはもう役に立たん。嘘よそんなの。どうだ、変身しないじゃろ。お前がミラクルキャンディをやたらに使ったので罰を受けたのだよ。じゃあ私は。そう、そのままの姿で一生過ごしなさい。嫌です、そんなの嫌です、許して。あ、夢だったのか。どうしたのトト。トト、どこにいるの。どうしたの？何があったの？タッチがどうかしたの？あ、タッチがいない。一体どこへ行ったのかしら。弟を返して欲しければ私のところへ来い。変身の秘密を教えるんだ。ミステリアスサスペンス。あの手品師がタッチを。タッチ。とうとう変身してしまったな。わざわざ教えた忠告も無駄になったというわけだ。私があれほど夢の中で注意しておいたのに。ではキャンディの奇跡の力をなくしてしまいますぞ。いや、しかし今度のことは弟を助け。いや、その原因を作ったのはメルモですぞ。とにかく罰を受けなくてはならん。お前の姉ちゃんはきっと来る。そしておじさんに秘密を教えてくれたらすぐ返してやる。それまでおとなしく待ってるんだよ。ん？来たな？うし。邪魔見ろ。こんなこともあろうかと仕掛けておいた罠にまんまとかかりよったわ。お前が昼間の娘だということは分かっている。さあ、痛い目を見ないうちに白状するんだな。変身の秘密をわしに教えるんじゃ。そうすりゃわしは正真正銘宇宙一の魔術師じゃ。おお、おお、どるか。
いいところに来た。この娘を少し脅してやれ。さあドル、やるんだ。おい、何をするんだ。ドル、ありがとう。このバカ犬、この。なんだよドル、わしはお前の主、主人だぞ。バカ、わしだよ。わしがわからんのか。やめろ、やめなさいってね。あ、今のうちだわ。さあタッチ。何をしたか分かってるのか。お前のおかげで何もかもがめちゃくちゃだ。メスイの御立さん、デリッとなりよって主人のわしを忘れるとは何事だ。餌はしばらくお預けだ。だがな、わしはこれで諦めたわけではないぞ。罰なのじゃ。お前がミラクルキャンディーをやたらに使うので罰を受けたのだよ。あれは夢ではなかったんだわ。私はこれからどうすればいいの。もうトトやタッチと話したり世話をしてあげることもできないわ、この姿では。お前は一生その姿で過ごさなくてはならないのだ。お前は一生その姿で、お前は一生その姿で。私がくじけたらトトやタッチはどうなるの。あの子たちは何もできないんですもの。私ができる限りのことをしなくちゃいけないんだわ。あれがあの時の娘だとすると、なんでいつまで不便な犬のまんまでいるんだろなさい。そこの交番のもんですが、こちらでは何か変わったことはありませんかな。何やら最近この近所に。あ、こりゃどうも。いえね、怪しい男と犬が毎日のようにうろついてるという通報があったもんですから、何か被害に遭った家があるんじゃないかと聞いて回っているんですよ。ん、赤ん坊に帰るに犬か。人をバカにしてる。こんなに侮辱されたのは初めてだぞ。くしん、お前たちだな、この辺をうろつく怪しい奴は。まずい、逃げろ。うわ、待て。
かわいそうに人間に戻れないばっかりに大変な苦労をしておるようじゃ。まったく、あんないい娘が不自由な犬の姿でけなげに弟たちの面倒を見ている姿を見ると神も仏もないのかと。ああ、これこれ、神のあなたがそのようなことを口に出してはいけませんな。そうじゃ、あの娘がこんな罰を受けるだけのことをしたかどうかビデオでもう一度確認を。おお、それはいい考えですな。えいっ命がけで弟を助ける、美しいですな。あんな悪いやつを必死で助けようと。おーおーおー、小鳥を助けるためですな。かわいそうな小僧を仲間のいるアフリカに運んでやろうとした。アフリカでは思わぬことで失敗じゃったが、やがて小僧は幸せをつかんだ。男と女の喧嘩を解決したんですな。めでたしめでたしじゃ。初めてキャンディーを使って動物になった時も悪い奴らを懲らしめるためでしたな。その通りじゃ。無人島では島に住む動物たちのために必死になって火を消した。密輸団の罠にかかってしまった時もくじけずに頑張ってその危険に立ち向かっていったんじゃ。捨て子だった赤ん坊の両親をなんとか探し出せたのもメルモがあのキャンディーを使ったからだった。確かにそうじゃ。もういいでしょう。見ましたか、多少おっちょこちょいのところはあるが罰を受けるほどのことはしてないじゃありませんか。あなたはどう思います。さよう、私も同感ですな。良い悪いではなく使いすぎると言っておるのですよ。私は頑固者いいが、こうかなしか。あとはその知恵の輪が外れるだけだが、私もそう思ってなんとかもう一度と。ダメだ。神が人の運命を預かる道具を粗末にしてはいけませんな。何年後に外れるのやら。ほ、いや、外れた。どうしたんじゃ、情けない顔をして。さあ、もうそんな顔をしないで元の姿に戻るんじゃな。さあ、お食べ。いいからお食べ。さあ早く。人間に戻れたんだわ先生。あら、先生ありがとう。 なんじゃ裸で。だって嬉しいんだもん。何のことじゃ。先生、そのキャンディー食べさせてくれたじゃない。お、わしがこれを。これはもともとお前さんのじゃないか。
寝ぼけとるのはお前さんじゃ。さっきからわけのわからんことばかり言いよって。タッチ、トトお姉ちゃんね、元に戻ったのよ。どうもこの頃の女の子のやることはさっぱりわからん。ついてきちゃいけないってあれほど言ってるのに、もう。おとなしくお留守番してらっしゃい。洋服を着とるね。カ
エルじゃないんです。トトウは私の弟です。人間なんです。カエルの格好でも入学できると思います。いくらなんでもこれではね。どういうわけでカエルになったのかね。それにはいろいろわけが。そりゃそうじゃろうが、わしが問題にしてるのは、その本当にこのカエルが君の弟だという証拠じゃ。本当に弟です。こんなに利口なカエルは他にないわ。利口？カエルなのに？だったらテストしてみてください。テスト？はじめに君、字が書けるかい？どう？こりゃ驚いた。信じられない。じゃあもう一つテストだ。ここに積み木があるからね。これを重ねて何か作ってごらん。こんなにいろいろできるなんてどういうわけなんだ。ねえ、言った通りでしょ先生。こりゃカエルの心臓の音じゃない。どちらかというと人間に似とるぞ。合格でしょ校長先生。しかしカエルが入学したなんて例があるかな。人間だってば。君がどうしても学校に入れたい気持ちはわかるが、つまり見るからにカエルそのものという点を考えると校長としてはどうも。そんなのずるいわ。テストも受けた、身体検査も。そりゃそうだが、やれやれ。来たぞ来たぞ。誰が？校長先生の一番怖い人。どれどれ。校長先生のママか。バカ、奥さんだよ。なるほど、怖いはずだ。あれ何、どうした。いけねえ、蓋するの忘れてた。何が入ってたんだ。まずいな。今日は学校が終わったら歌舞伎座のお芝居を見て、夜にはパーティーに行く予定ですのよ。それは結構なことですな。いくら仕事が忙しいったって家庭サービスも必要でしょ。これは主人のプレゼントなの。それはそれは。ま、何？ひっ、金持ちの自慢話に付き合ってられるかって。見当たらないな。変だな、そんなに遠くに行ってないのに。あ！何をしてる君たちは。逃げたんです。何が。こいつが校長先生の奥さんに見とれたのがいけないんです。あんなおばさんに見とれるかい、バカ。わしの奥さん、いかん、忘れとった。今日は一緒に出かける約束じゃった。校長先生、トトは合格なんですね。そうなんでしょ。ま、待ちなさい。職員会議で先生方と相談して。そんなのずるいわ。決めるのは校長先生でしょ。捕まえた。あなたの学校はカエルを放し飼いにしてるの？カエルじゃありません。
弟よ。そうなんじゃ、彼を入学させるかどうかテストしてたんじゃよ。ごまかさないでちょうだい。カエルを放し飼いにさせるぐらいなら私は離婚させていただきます。おいおい、それとこれとは一緒です。この学校は私のパパが作ったんです。離婚となればあなたもクビですよ。あら、どうかしたのかね。ないわないわないわ、なくなったわ。あら、妻よ、何を慌てとる。ん、ダイヤの指輪が外れてなくなったのよ。これもみんなあのイボガエルがいけないんですよ。イボガエルなんてひどいわ。イボガエルが私のダイヤなくしたのよ。早く探して探して、みんな呼んで探してちょうだい。頼む、ダイヤなんだ、池なんだよ。生きていけるわ。もともと人間だもん、トトーちゃんは。だからお前さんはたわけておるんじゃ。どこの世界にカエルを見て人間だと思うやつがいる。でもトトーは、キャッキャ喜ぶなっちゅうに、わしは怒っとるんじゃぞ。どうもわしの顔は威厳がないらしいな。とにかくあのキャンディーを食べることができんのじゃ。カエルだからしょうがないじゃないか。そうだ、細かく粉にして飲ませたら。粉にしようがスープにしようが、カエルはそんなものは受け付けんのじゃ。トトーはどこじゃ。自分の部屋でキャンディーを食べようって一生懸命なんです。もう一日中頑張ってるのに。それでどうなんじゃ。唾で溶かそうとして喉に詰めちゃって。ねえお前さんも、カエルがキャンディーを受け付けんこと知っとるだろ。動物はな、みんな生まれつき自分に合った食べ物を知っておるんじゃ。毛虫やイモムシは卵から生まれるとすぐ近くにある葉っぱをむしゃむしゃとやり出す。しかもその葉っぱは必ず決まっていて、違ったもんは食べんのじゃ。鳥や獣たちも同じじゃ。みんな親から受け継いだ習性なんじゃ。その親はその前の親から、その親はそのまた前の親から受け継いできたんじゃ。カエルは虫しか食べん。別のものを食べさせようとしても絶対に不可能じゃよ。わかったかね。せめて金魚とか小鳥になっておれば、ちっとは人に可愛がってもらえたのに。先生、空気はどう？カエルだって空気を吸って生きてるんでしょ。そりゃあカエルだって息をしておる。何？空気？あ、そうじゃ、空気か。トトちゃん、トトちゃん、どこ？あら、いないわ。トトどこ行っちゃったのかしら。バカじゃった。あのキャンディーをガスにして吸わせればカエルだって吸い込むんじゃ。本当に吸い込むの？多分大丈夫じゃ。今度こそ元に戻れればいいけど、トト。トト、どこに行ったの？もう安心よ。ただガスを吸えばいいんですって。トト。あら？僕、諦める。僕、諦める。諦めるって、トト、トトちゃん、どこに行ったの？トト、トトちゃん。さあ、食べ
てみて。本当に動物になれるんだね。行方不明？子供かに。弟なんです。名前は？トトーです。トトーで、いなくなった時はどんな格好をしていたんです？カエルです。だは、真面目にやんなさい。本当ですってば。5センチくらいのカエルなんです。ここは交番です。カエル探しなら池か川へ行きなさい。ダメなんですか？わかったわ。私のダイヤ。トトー、トトー。キャンディはあんまり使いたくないけど、トトーのために。ちょっとあんた何してんの？そんなつもりじゃなかったのに。やめてください、お願いです。うるさいわね。私の彼に手を出さないでよ。そんな、お邪魔しました。ちょっとボーイさん、ボーイさんたら。はい、奥様。今日のパーティーは珍しいものを食べさせるというから来たのに。およしよ、他の人の迷惑だから。いいから、いいから、あなたは黙ってらっしゃい。はい。こんなものは食べ飽きたわ。もっと凝ったものを出してほしいわね。どれもこれも当店自慢の料理でして。私はね、フランスでもドイツでも数えきれないほど一流のお店に行ったのよ。責任者を呼んでらっしゃい。はい、奥様。コック長です、奥様。外国から来たお客さんに笑われるじゃありませんの。もっと珍しい凝ったお料理を出してごらんなさい。
わかりました。凝ったものを作りゃいいんでしょ。ねえ、凝ったもの。世界でここだけっていうお料理よ。わかりました。おい、あんなこと言って怒っちゃったよ。これでも何度もヨーロッパに行ったのよ。なんて客なんだ。作れるか作れねえか見てから言ってくれ。とびっきり凝ったものを作ってやろうじゃないか。いや、勘弁してくださいよ。俺を料理しようなんて。お前なんざ煮ても焼いても食いやしねえ。よし、何か息のいいやつをネタに。ネズミじゃちょっとつまらねえかな。何かないかな、いいネタが。あ、そうだ、確か外に川が流れていたな。さてと何か。お、この辺りのものをうまく使って彩りよ。何か珍味になるやつがいるといいんだが。どれどれ。いるいる、探してみるもんだ。こりゃ驚いた。メインはこいつで決まりだ。買える料理を作ってやるか。わしとしたことが何たるボンクラじゃ。我がらすよ、お前の頭は空っぽなのか。カエルも空気を呼吸していることをコロッと忘れていたとはな。オタマジャクシの時はエラがあって水の中の酸素を吸い込んで生きておるんじゃが、カエルになったらエラがなくなって息を吸う。つまりその空気の中へ赤と青のキャンディーを溶かしてガスにして混ぜてやればいいんじゃ。今度こそきっとトトーはカエルから人間に戻れるぞ。あの子が戻ったらメルモは喜ぶじゃろうな。ところでと、今日は町の名士のパーティーでわしも呼ばれとった。どうもここのパーティーはろくなものを食わせん。じゃからわしはなんと気が進まんのだよ。私エスカルゴ料理なんて食べ飽きちゃったわ。なんじゃあの下品な女は。あ、ネズミさん、あれに聞いてみよう。待って、ネズミさん、聞きたいことがあるのよ。逃げちゃダメ、お願い、ストップね。食べやしないわよ。お願い教えて。私カエルを探してるの。へそのあるカエルなの知らない？人間が捕まえた？え？料理の材料に？奥様、大変お待たせいたしました。当店特製フロックブイヤベースでございます。まあそれは。でも美味しいんでしょうね。奥様の口に必ず合う素晴らしいお味です。何しろ生きた。ちょっとあんた、あ、なんだってあんたの奥さんは文句ばかり言っとるんじゃ。いや、あの、そんな。あなたは一体何なんですか。うるさい。さっきから見ておれば見えっ張りの御宅ばかり並びおって。くった。伺いましょう、何が見えっ張りですか。ふーん、その料理のことも知らんくせに。知らんくせにとは何です。これはフロッグブイヤベースというんですのよ。フロッグとはな、ズバリカエルのことじゃ。何よバカな、カエルなんか出てくるはずないですわ。本当、この店の特別料理なんですよ。外国に何回行ったか知らんが、言葉一つ知らんから見えっ張りと言うんじゃ。何ですって。私が見えっ張りならあんたはおせっかいですわよ。トトー、どこにいるの。あ、先生。あ、だいたい日本人は横文字にごまかされ。先生。メルモか、トトーじゃがな。吸入器を使ってガスを。先生、そのトトーが家出しちゃって、ここのお料理の材料にされちゃったんです。何、ここの料理の材料。お料理されちゃったかも。トトー、どうしよう。待て、ひょっとするとさっき言ってた料理は。そうそう、フロッグブイヤベースだっけ。カエル料理だってバカバカしい。きっと素晴らしい料理に違いないわ。こりゃ奇跡じゃ、トトーが人間に戻った。人間、痛い。本当だ。人間だ人間だ人間だ。
体どういうわけか誰か説明してくれ。いや説明はいらん、見ての通り人間じゃ。こういう手品はパーティーの席では大歓迎ですな。あら、こんなところに光るものが。わあ、私のダイヤだわ。人間に帰ったぞ。よかったわ。わーい、わーい、人間だ、人間だーい、わーい。昨日